んばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。この目指せコンパクトシティ東戸塚はモレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしています。皆さん1時間の間最後までお付き合いくださいね。それでは今日の目指せコンパクトシティ東戸塚オープニングナンバーをお聞きください。スキマスイッチで青春。スキマスイッチで青春でした。目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。ここでリスナーの皆さんにお願いです。 FM 戸塚のホームページにはできるだけ詳しい番組の予告を掲載しています。お気に入りのコーナーやパーソナリティを見つけてトークを楽しんだり、放送を聞いて地域の最新情報をゲットしてくださいね。お得な情報も満載です。それから FM 戸塚の番組はパソコンやスマートフォンでも聞くことができます。ホームページにアプリのダウンロードやパソコンで聞く方法をご紹介しています。災害時にも役に立つので、このアプリぜひダウンロードしてください。 FM テーというアプリですね。スマートフォンで聞くことができます。そして番組へのメッセージやリクエストはホームページのリクエストフォームから、またはアドレスメールアット fm-totsuka.com、 メールアット fm-totsuka.com までお寄せください。それからですね、 FM 戸塚のホームページにはイベント情報も載せてますよ。ファッツニューっていうトップページのファッツニューってとこクリックしてみてください。最新のこれからのイベント情報を載せています。ぜひぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。ということで、目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚のスタジオから生放送でお届けしています。さて、ここで先週の放送のおさらいをしたいと思います。先週はですね、なぜ連合町内会からご出演いただいた方ですね、なぜ連合町内会の保健活動推進委員会の前会長でありました渡辺努さんがお電話でご出演していただきました。渡辺努さんはですね、眉毛の渡辺というね、あの面白い、お名前あるんですけれども、渡辺さんのお話をちょっと振り返ってみたいと思います。はい、渡辺さんはなぜ地区で保健活動推進会の前会長でやられたので、そんな保健活動推進の活動をしていたんですけれども、そこで渡辺さんの、特技といいますか、渡辺さんが日頃取り組んでいることが大変地域の方々に、の活動に生かされているんですね。なぜ連合町内会では横浜市保健活動推進員の、会長を今年の3月まで5年間務め上げられました。渡辺さんは、もともとですね、歯科技工士、今そうですね、歯科技工士さんなんです、いらっしゃるんですけれども、最後に勤務したのは東京医科歯科大学病院、そこで歯科売店店長に命じられて、オーラルケア商品にをなんかこう紹介するような展示のね、実感展示ということを取り組んでいる時に、オーラルケア商品とても詳しくなったそうで、マスコミにも取り上げられて講演会もしてきたそうです。見て触って確認する実感展示ということでやっておられたそうです。いろいろと、そんな、いろいろ多彩な方でいらっしゃるんですけれども、私もですね、ご出演いただくまで、その前にはね、町内会コーナーにもご出演いただいたんで、たくさんお話をしてきました。
とってもね、いろいろ熱心に活動されていて、そしていろいろ感性がとても豊かな方で、私といろいろ勉強になりました。そんな渡辺さんが取り組んでいるのは腹話術なんですね。戸塚に、この戸塚に移り住んでから、腹話術の絆に入会して、現在はね、幹事をされているそうです。はい、芸名は先ほど申し上げました通り、眉毛の渡辺さんです。そしてこの腹話術を生かして保健活動推進員として、地域で口腔ケアの講演もコロナ禍でも活動してこられたそうです。腹話術っていう、皆さんね、誰しもがご存知の、ものですよね。だけれども、私も知らなかったです。もうすごく深い深い、こう腹話術の、すごい魅力があるんですね。渡辺さんがなぜこの腹話術を取り上げて活動されているかっていうと、やはりこの戸塚に腹話術を広めたいっていう最終目的があるんですが、なぜその腹話術を戸塚にとって普及させたいかっていうお話を、ね、いただいたときに、まずは人が健全であるために笑うということが必要なんです。そして、例えばね、動物は笑いませんよね。そしてその大事なのは、笑いは漫才で裸になった、なったり相手を叩く笑いではなくて、健康的な笑いであることが必要です。腹話術は最近の子どもたちは見たこともありま、ね、ない方が多いので、とても見せたいということをおっしゃってました。ゲームとか SNS が盛んな時代ですけれども、アナログ的な腹話術を今の時代に合うように変えていきたいと考えているそうです。その腹話術の話題はですね、取り上げる話題は最近の出来事とか健康問題、そして地域に伝わる昔話を演じていくというのもタイムリーでいいと考えたそうです。いろいろ前向きに考えていれば、もっともっとアイデアが浮かぶというふうにおっしゃっていました。はい、というふうに、すごく、この戸塚でね、腹話術をもっともっと広めて、この腹話術で皆さん健康的な笑いをして、みんなで幸せになりたいという、そんな思いがとても強い眉毛の渡辺さんなんですけれども、以前8月22日にこのモレラ東戸塚のですね、3階にあります戸塚区民活動センターで開催した戸塚で腹話術を始めませんかという、講演会を開催しましたら、このコロナ禍でも何かをやりたいっていう人が、集まったそうです。ただ人数制限があったので、ご参加いただけない方もいたんじゃないかというふうにおっしゃっていました。そんな中、実は2回目を開催することが決まったそうです。2回目ですね、10月29日金曜日午後2時から、この同じ場所ですね、戸塚区民活動センターで開催されるということです。はい、ぜひぜひね、区民活動センターさんに行って、講演会に参加したい方は聞いてみてください。FM 戸塚も取材に行く予定であります。そこでまた眉毛の渡辺さんの魅力を伝えていきたいと思っております。まだまだ渡辺さん、よろしくお願いします。ということで、先週のおさらいをいたしました。目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お送りします。渡辺さんの大好きな曲です。円屋でオンリータイム、お聴きください。お送りした曲は円屋でオンリータイムでした。FM 戸塚。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。はい、この番組は東戸塚街づくり開発委員会がお届けしているわけですけれども、今日はですね、
10月のね、今日に19日ですね、はい、ということで来週は実はこの、10月の31日から始まる東戸塚ミュージックライトをもっともっと紹介していくんですけれども、今日はその一周手前ということで、これまで私が紹介してきたいろんなこの東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内のさまざまな素敵な場所をちょっと紹介していきたいと思います。実はですね、ぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーでさまざまな場所を回ってきたんですね。それはですね、昨年2020年の9月が始まりでした。まだちょっと汗ばむ時期だったんですけれども、9月には平戸地区を取材してきました。平戸といえばですね、平戸果樹の里、皆さんご存知でしょうか。浜梨とか、あとぶどうの龍宝とかね、柿とかピオーネとかいろいろと栽培されてるんですけれども、果樹の里の岩崎農園さんに取材に行ってきたんですね。9月8日の放送でした。はい、美味しかったんですよ浜梨。もう終わってしまいましたけれどもね、なかなかあのスーパーとかではあの買えないものなんですが、直売店ぜひ来年行ってみてください。8月の終わりから9月中旬にかけてぐらいなんですかね。はい、浜梨、平戸果樹の里の浜梨、岩崎農園さんの浜梨、ぜひ食べてみてください。そして10月になりますと柏地区をご紹介してきました。またね、柏地区は柏地区連合町内会の斉藤純一さんのナビゲートだったんですね。斉藤さんすごいですよ、歴史の先生みたいで、私とレポーターの岩崎和佐がさまざまな場所を訪問してきました。まず最初は鎌倉ハムの赤レンガ倉庫。皆さんご存知ですか、鎌倉ハムの発祥の地って柏町だったんですね。今も残っています赤レンガ倉庫、旧国道1号線の不動坂から少し南に行きますと左手にあります。はい、ぜひ探してみてください。そしてその今不動坂と申し上げましたけれども、不動坂には大山不動尊があります。昔の方はですね、東海道をずっと歩いて大山まで向かったんですね。そんなあのお話もしてきました。そして柏の増田家の餅の木、これはですね、今言いました不動坂の交差点のところにかつてあったんですね、増田家の餅の木。それはですね、太い木だったそうです。なんか5メートルぐらいあるのかなということで、今はないんですけれども、実はそれがクローンで育っているんですね。それちょっと後ほどまたご紹介しますけれども、柏地区、あと赤関橋と岩下染色水仙工場、旧国道沿いに赤関橋という交差点があります。そこに昔岩下染色水仙工場という染め物の工場がありました。柏川の、ね、川を使って、染色して水で洗って、素敵なシルクの製品とかを作っていたそうです。ハンカチーフもね、ここで作って横浜から輸出されていたそうですよ。はい、そして御嶽神社と外郷遺跡ですね。御嶽神社はですね、この赤関橋から少し南に行って、入ったところのちょっと高台にあるんですね。一望できるんですよ、上柏町とか柏町が。御嶽神社ぜひ皆さん探してみてください。そして昔その御嶽神社から見下ろしたあたりがに遺跡があったそうです。外郷遺跡と言います。これも調べると出てきますのですね、ちょっと詳しい話今日できなくてすいません。一つ一つちょっと紹介していきますので、そして、もうあの斉藤純一さんのナビゲートで10月から始まって11月
何週目だろう、 1,2,3,4,5,6,7 8週にわたってご紹介してきたんですけれども、2ヶ月間にわたってご紹介する中で、昔の川上小学校、今は、今の川上小学校と今の柏小学校が昔は一緒だったんですね。それが柏町にあった旧川上小学校の昔の学校の様子とか、そのあたりの地域の話とか教えてくれました。ということで、斉藤さん2ヶ月間にわたってずっと紹介してきてくれた、くださったんですけど、これはすべて川上の100年史という、記念誌があるんですけれども、これ2019年の3月に発行されてまして、これ FM 戸塚のスタジオに置いてありますので、今の話もっと詳しい話知りたかったらスタジオに来てください。ちょっとプレゼントできるかもしれないです。はい、ぜひぜひ手に取って読んでいただきたい一冊であります、川上の100年史ですね。ということで、ずっと10月11月と川上地区を紹介してきました。そして12月に入りますと、今度は権太坂境地区、この東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の唯一の保土ヶ谷の地区でありますね。そこでは、境地蔵村、そしてその付近にあります立場ですね、昔あの旧東海道を歩いていた方々が休んだ場所、すごく高台にあって富士山がよく見える場所に昔あったそうです。そこをご紹介して、さらに投げ込み塚っていうね、あの権太坂にあるんですけれども、昔、旧東海道をですね、保土ヶ谷から戸塚へ向かい、権太坂の一番坂二番坂っていう昔急な坂があったんですね。そこを登り切るとやや緩やかになって、その左手に投げ込みの穴があったそうです。権太坂はですね、旧東海道、東海道ですねで言いますと、箱根に次ぐと言われた難所であったらしいです。で、行き倒れの、旅人や疲労で動けなくなった牛さんや馬さんが、まあ、ちょっとそこでね埋められたということでも知られています。そう言われています。そんな投げ込み塚の話をしてくださったのは、権太坂境地区の前会長であります、田中久志さんでしたね。それから現会長であります佐野三郎さんに ご協力いただきました。ありがとうございました。で、私何度もご紹介しちゃうんですけれども、境木商店街の遠藤牛肉店さん、ジャンボコロッケが有名な遠藤牛肉店さんですね。それから創作和菓子どころの栗山さん、はい、境木地蔵村の関係がとても深いという栗山さんですね。境木商店会としてこれからも歴史を大事にして、今からの取り組みをしたいという栗山さんの店主さんにお話を伺ってきました。そして一力酒店さんですね、境木商店街の、ワインとかお酒をご提供してくださる酒屋さんなんですけれども、こだわりが健康にいいワインをしか取り扱ってないという、とてもあの素敵なワインのお話をいただきましたということで、今日はちょっと振り返ってみましたけれども、はい、ちょっと皆さん聞き疲れてしまったかもしれないので、目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一休みしたいと思います。一曲お届けいたします。スピッツで楓、お聞きください。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ということで、今日はこれまで私が巡った、私とレポーターの岩崎和沙が巡ったいろんな場所をちょっと振り返っています。
先ほどまでは去年の12月までのお話をいたしました。そして今年に入りまして2021年の1月にはですね、平戸平和台地区をご紹介してきました。ナビゲートしてくれたのは平戸3丁目の前会長の望月さんですね。ありがとうございました。ですね、萩原代官屋敷というところをご紹介してきたんですね。はい、萩原代官屋敷で皆さんね、素敵な場所でしたよ。あの平戸にあるんですけれども、ちょっとこれ川上の百年史からご紹介してみたいと思います。江戸時代この土地の一帯は旗本杉浦越前守りのごめんなさい、失礼いたしました。萩原代官屋敷についてお話をしてみたいと思います。はい、江戸時代ね、この土地のね、平戸側で、平戸の土地のことを言ってるんですけれども、旗本の杉浦越前守りの直轄地でありました。代々家人の萩原家は奥州鎌倉郡代官として平戸、下長屋、本郷、豊田、中田、舞岡、柏尾一帯を治めていたんですけれども、東海道の取り締まりも兼ねていたそうです。萩原太郎、藤原の幸康さんですねは1851年江戸にて勅進影流免許改伝を得た文武両道の方だったそうです。大官時代ですね、屋敷内に奥州萩原道場を開き、全国から数多くの剣豪が訪れたそうです、ね、というふうにすごく有名な方が訪れたそうです。現在戸塚区保土ヶ谷区鎌倉市から三浦市にかけて、また平塚市、茅ヶ崎市、寒川町等の広範囲にわたり出稽古を行っていたそうです。ということで、すごい方が昔いらっしゃったということで、すいません、すごい方という言い方がとても曖昧で申し訳ないんですけれども、とてもひっそりとしているんですけれども、緑が多く素敵な場所でした。どうもありがとうございました。はい、そして2月に入りまして、今度は川上地区を特集してきました。川上地区では今秋葉幼稚園の園長先生ですね、本橋正光さんに取材に伺ってきました。本橋さんはですね、長蔵寺の副住職でもあられるんですね。秋葉幼稚園の歴史と、それからそのあたりの付近の昔からのお話を伺ってまいりました。ありがとうございます。ということで、あと大倉桃園さんにも行きましたね。川上地区は大倉桃園さんに行きました。黒沢さんにね、取材させていただいたんですけれども、皇室御用達の陶器の大倉桃園さんの歴史と地域との関わりを伺ってまいりました。ということで、今度は3月になりまして、今度は東戸塚地区を取材してきたんですけれども、東戸塚地区連合町内会の時和健二さんと、それから信濃小学校の校長先生の酒井先生ですねに、信濃小学校にあります春めき桜を拝見しに参りました。3月ちょうど9日ですね、五分咲きぐらいだったですね。素敵な春めき桜は平塚盲学校からで育てられているのを時葉さんが知って、それを今度この東戸塚に広めたいという思いで、春めき桜を信濃小学校に植樹されたそうです。はい、そして4月になりまして、今度は那瀬地区を紹介してきました。那瀬地区をナビゲートしてくださったのは那瀬連合町内会の新井俊之さんでした。
那瀬の那瀬はですねとっても緑が多くて、今もそういう状況なんですけど、昔からですね谷戸が多い場所と言われていたんですね。九十九谷戸、これが今の那瀬小学校のに、なんて言うんでしょう、歴史博物館があるそうです。私も一回行ってみたいなと思いました。あと那瀬の生き物とか、それから、那瀬の、綺麗なお花の話とか植物の話をしていただきました。そして5月に入りまして、今度は神谷部地区を特集してきました。神谷部連合町内会の相沢実会長の話を伺ってくる中で、今度はね戸塚工業団地協同組合さんの斉藤博美さんというね事務局の方に取材してまいりました。この戸塚工業団地というのがすごい皆さんご存知でしょうか。神谷部地区にあるんですけれども、なんと広さは東京ドーム3個分、13ヘクタールにもなるそうです。その中に27の企業さんが入っているとのことです。そして従業員さんはですね1500人いらっしゃるそうですよ。はい、そんなあの工業戸塚工業団地協同組合のお話、歴史のお話とかね、あの今の、防災への取り組みをしっかりされているということで、トイレパックを自販機に設置しているそうです。トイレパックを自販機に1000枚ほど設置して、いざ災害時に地域の方にもそれをご提供 したいというふうに地域貢献をされている協同組合さんのお話をいただきました。そしてまだまだ続きますけれども、まだまだこれからぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーではいろんな場所を紹介していきたいと思います。また皆さん楽しみにしていてください。ということで、目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けしたいと思います。ジャスティン・ビーバーでオフマイフェイス、お聴きください。お送りした曲はジャスティン・ビーバーでオフマイフェイスでした。より良い街づくりを目指して東戸塚にまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここで東戸塚まちづくり開発委員会からのお知らせです。明日10月20日は第3水曜日となりますので、恒例の駅前清掃を実施いたします。東戸塚まちづくり開発委員会が主催する駅前清掃は毎月第3水曜日に開催しております。朝8時から実施いたしますので、ぜひご参加ください。軍手とかゴミ袋とかそういったものはこちらでご用意しますので、手ぶらでもご参加も OK です。10月20日水曜日8時から東戸塚まちづくり開発委員会が主催する駅前清掃です。はい、そして次は東戸塚まちづくり開発委員会と FM 戸塚からのお知らせです。はい、イルミネーションの時期が近づいてまいりました。ここで東戸塚まちづくり開発委員会主催の東戸塚ミュージックライトのお知らせをしたいと思います。 FM 戸塚からのお知らせです。今年もイルミネーションの時期がやってきました。 JR 東戸塚駅西口駅前広場、そしてモレラパーク&東口ニューブリッジでは10万個の LED ライトによるイルミネーション企画、東戸塚ミュージックライトが10月31日日曜日より来年の2月14日バレンタインデーまでお楽しみいただけます。
そして初日の10月31日日曜日には点灯式を東戸塚駅西口モレラパークにて開催いたします。午後4時からステージイベントがスタート、午後6時には東戸塚駅を中心とした東西のイルミネーションが同時点灯の瞬間を迎えます。その点灯の瞬間の感動を一緒に味わいませんか。ステージイベントでは FM 戸塚のパーソナリティでもあるアーティストやお笑い芸人さんのショーをお楽しみください。点灯の瞬間を迎えた後は恒例の音と光と映像のコラボレーションのショータイムとクラシックのアーティストによるライブが幻想的な空間を作ります。はい、このアーティスト皆さんパーソナリティによる、ショーがあるということで皆さんちょっとリリースを楽しみにしていらっしゃると思いますが、ちょっとここで皆さんにリリースしてみたいと思います。はい、午後4時から点灯式開始いたしますが、まずはですねダンスステージがあるんですね。10月2日土曜日に行われたモレラ東戸塚ダンスコンテストの戸塚賞の皆さんのダンスのステージが披露されます。はい、そして月曜日のイブニングステーションのパーソナリティであります横浜さんのお笑いステージ、これねいつもラジオで話していると面白いんですけど本当のお笑いステージが見れますのでこれ必見ですね。月曜日イブニングステーションパーソナリティ横浜さんのお笑いステージ、はい、そしてその月曜日のレギュラーであります加藤レイヤちゃんと颯くんのワクワク電車レディオのね颯くんですよ。そして戸塚の歌うま小学生の加藤レイヤちゃん、この2人によるステージもこれはとても楽しみです。はい、そして5時からは特番がスタートします。この特番はですねおはようさくラジオの月曜日火曜日木曜日を担当している田口春奈さんです。実は今スタジオでねミキサーを操作してくれてます。田口ちゃんありがとう。どういたしましてはい、その田口さんが特番を担当しますのでこれまたお楽しみにしていてください。そしてあ、これすごいですよ、モナオのご機嫌歌謡曲って毎週金曜日の午後7時から放送しているモナオさんですね、そのモナオさんのステージがあります。そしてこれもですねあの水曜日のイブニングステーションの椿結衣ちゃん、そして庄村めぐみさんの歌のステージがあります。この2人は実は MC も務めちゃいます。はい、ということでそしていよいよカウントダウンを迎えてショータイムをご覧いただいた後は同じくイブニングステーションの水曜日担当の宮地恵那さん、ね、オペラ歌手であります宮地恵那さんと、そして先ほどの庄村めぐみさんのコラボのステージ、これクラシカルなステージを期待しているんですけれども、はい、幻想的なその、ね、アーティストのステージというふうに先ほど申しましたけれども、そんな内容で送ってきますので点灯式やはり入場制限とは設けて行うんですけれども、ぜひちょっとお立ち寄りいただけたらありがたいです。今年も10月31日土曜日から来年の2月14日まで東戸塚ミュージックライト、ぜひお楽しみください。ということで、FM 戸塚と東戸塚まちづくり開発委員会からのお知らせでした。ここで1曲お届けしたいと思います。はい、
ね、今イルミネーションということでご紹介しましたので、お送りする曲は世界の終わりでイルミネーション、お聴きください。83.7 FM 戸塚。